とりあえず風呂入ってこいよ。あ、そうだ、ああ、俺が先の方がいいんだっけ。じゃあ、5秒ぐらいで入ってくるな。いいよ、もっとゆっくり。ああ、じゃあ50秒ぐらい。早いよ。10倍だぞ、10倍。投射器 1000% アップだ。よし、行ってこい。了解。出たよ、サツキ。サツキ？おいおい、またすっぽんぽんで突っ立ってびっくりさせようって魂胆か？二度は引っかからな。ん？よっと。
か、うん、総一、そう。お夕食どうする？そうだな、買い物の後どっか食いに行こうか。帰ってから作るの大変だろ。昨日に一昨日があれだったから今日ぐらいいいもの食おうぜ。大変じゃないけど。でもいいもの食べるっていうのには大賛成。リクエストあるか？美味しいものなら何でもいいけど。じゃあ服の鳴らしも兼ねてちょいと高めのフレンチなんかどうだ？いいね。うん、すごくいい。あ、でも私フレンチは特にうるさいよ。得意だからね。フレンチトーストはフランス料理じゃない。あ、違うよ。だからこそここぞという時しか作らないんじゃない？そんなもんかな。中途半端に気取ってるだけの勘違い創作系なんかだったら出てきても食べませんよ。さてシェフのお眼鏡にかないますか。知ってるお店？シェ小川。
ちょいとどころか最高級じゃん。なんだ、ビビってんのか。なわけないじゃん。じゃなくて、あそこ半年前から予約でいっぱいらしいよ。今日いきなりじゃ取れっこないよ。ふっふっふ、あそこにはちゃんと友人枠が用意されているのだ。大事なVIP枠があんたのために潰されるわけ？何言ってんだ。俺は小川さんとは大親友だっての。どうして？昔パリで。パリで？まあいいだろう、そんなこと。なんなのよ、パリで。なんなのよ。とにかく俺の知り合いだって言えばいつでも歓迎してくれるってことは確かだ。いいこと聞いちゃった。じゃあいつでもシェオ側でお腹いっぱい。バカ野郎、無理は言うなよ。日本の若手ナンバーワン、フレンチ界のアイドルが率いるシェ・オガワが一体どんなものか、お手並み拝見といきましょう。偉そうに。ああ、そうそう、服はついてってやるけど、パンツは自分で買いに行けよな。パンツ？素敵なドレスの中身がキツネさんパンツじゃダメだろ。でもあれ、私の決戦パンツなんだけどな。決戦？ノルマンディにでも上陸するつもりか？ここぞっていう大切な時にあれを着るの。まあ、わからんでもないが、さすがにドレスにはな。いいじゃん、見えるもんじゃないし。あ、ミルキー？バカ言うなよ。すぐ脱がすし。あのな、冗談だよ。ま、それはそうだね。じゃあ下着屋さんついてきてよ。だからそんなことできるか。恥ずかしいだろ。試着姿見たくない？お前やっぱ露出狂の毛があるな。私どんなのが似合うかな。どんなのって、自分の好きなのでいいんじゃないのか。別に誰に見せるわけでもなし。見たくないの？だからだな。あんなレースとかついてるようなの買ったことないもん。ほら、なんとか言ってみろ、パンツの鬼。鬼とまで言われては多少内地へ絞るほかないな。お前なら黒かつスケスケ、そしてガーターベルト。言うと思った。そんなの来ません。ティーフロント。風邪ひくわ。股間に穴が開いてるのは下着じゃないよそれ。あるいはレスリングのユニフォームのもっと強力版、こう強烈な V 字型になってブラジャーも兼ねるやつ。変態じゃん。お前変態だろ。そういちに言われたくないよ。ま、シルク純白飾りなしでいいんじゃないの。白好きだもんね、そういち。ロマンだな。つーか、なぜそれを知ってる。白に始まり白に果てる男一匹パンツ棒っていつも叫んでんじゃん。誰がそんな宇宙の真理、そしてかつ宇宙の愛を。あ、そうだ、先に下着買いに行こうかな。ゆかりについてきてもらおう。お、それがいいな。俺も適当にテーラー行って吊るし買ってくる。じゃあ放課後一旦解散、その後集合だね。ああ。ということでゆかり、一緒にランジェリーショップへ。
あれ、ゆかり？ん？倒れておるな。ゆかり？ゆかり？どうしたの？弁当が当たったのかな。朝二人で一緒に食べて何ともなかったじゃん。ああ、そっか。あ、美味しくなかった、うん、ごめんね、ゆかり。卵焼きが甘いのは総一の趣味でさ、たまには砂糖入りの卵焼きが食べたいとか甘ったれるからしょうがなくて。私もだし巻きの方が好きなんだけどね。ポテトサラダにリンゴとパイナップルが入ってるのはさつきの趣味だぞ。俺はポテサラにフルーツ入れるのは反対だって相当粘ったんだけどな。シェフの言うことは聞くの。マッシュポテト潰したのは俺だろ。たく、昨日の今日でクタクタなのに、いつも通り朝6時に起こされて何させられるかと思えば芋つぶしだ。だってフードプロセッサーで潰すのと手で潰すんじゃやっぱ味が違うんだってば。それは認めんでもないが、毎回毎回マックスの手間かけることはねえだろ。じゃあ何？このサラダまずい？いや別にそうは言ってないだろ。どうなの、おいしい、まずい？ああ、よくできたポテトサラダだな。おいしい、まずい？おいしい。声が小さい。おいしい。誰のサラダが？さつきのポテトサラダ、おいしい。よろしい、ではもっとお食べ。はーい。いい加減にしなさい。なんだ、どうしたんだ、ゆかり。あんたが大声出すなんて珍しいね。さつきちゃん、総一くん。なんだろう。何よ。食べます。あ、何言ってんだ、まだ昼飯は終わってないだろ。そうだよ、こんな量私と総一でクリアできるはずないじゃない。だってこんなのどう見てもおかしいじゃない。何が何がって、そのさつきちゃんと総一くん、そのあの仲がいいし。何を言ってんのよ、ゆかり。あんたが普段から仲良くしろとかなんとか言ってたじゃん。こないだだって謝りに行けとか怖い顔して俺を怒っただろ。よすぎるよ。ほら、普通のお付き合いとかならともかく、なんか変なんだもん。変なんだもんとか言われてもな。言われてもね。じゃあどうして高級フレンチに二人で行くの。ああ、すまんすまん、ゆかりも来るか。あ、そうだね、それがいいね。そういう意味じゃなくて、どうして下着の話とか平気でできるの。あ、知ってるかゆかり、こいつ小学生から履いてるパンツ持ってんだぜ。何よ、ピンクハートのトランクスでうろついてる総一に言われたくありません。変だよ、どうしてそんなこと知ってるの。それよりどうして朝ごはん一緒に食べてるの。何、それは一体何。それは何と言われても生活かな。し
じゃなくて、どうしてずっと一緒にいるような会話なの？そりゃあ、それはなんで？一緒に住んでるから。ゆかり、大丈夫か？ゆかり、ゆかりったら、お前の弁当が、あんたのパンツ話の刺激が強すぎたのよ。とりあえず保健室へ。おんぶだ、おぶされ。よっこいしょ。よいしょ。あれ、ゆかり見た目より軽いなって。お前が乗るな、アホ。ごめん、動転してて。よし、こないだお前が嫌がったお姫様抱っこだ。な、なにそれ、めっちゃ嫌味。おう、そういちがやりたかったんだ、あれ。まるで聞かなかったふりして、はっ。いや、わからん。ジャークで180キロを上げるこの俺をもってしてもわからん。無理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 。ゆかりを一人で持ち上げるなんて。私も手伝う。頭と足持って豚の丸焼きみたいに運ぶしかないよ。よし、じゃあ俺は足を持つ。うんせうんせうんせ。じゃあ私頭。よっこい。うわあ、落とすな。東大狙えるゆかり脳に巣が入ったらどうすんだ。必要以上に足と足の間に深く入り込むな。重心に近い方が持ちやすいだろうが。あ、そっか。じゃあ私も。おそらく胸のあたりが一番重いぞ。なんたってゆかりだからな。そうだね、胸のあたりが一番重いね。なんたってゆかりだもん。これほんとすごいよ。これ何、つきたてのお餅？本当か。やっぱり俺がそっち持つ。バカ言ってないで、せーのであげるよ。いっせーの。あがらん。遊ばないで。ということで、確かに一緒に住んでいる。だがだからといって、俺たちは別に特別な関係は何にもない。そうだよ、一個のラーメン二人で食べたりしないよね。ああ、夫婦言いながら食べさせ合ったりとか、そんなことは考えたこともないな。ああ、ゆかり、ほんと誤解しちゃダメだよ。私いつもいじめられっぱなしだから。何言ってんだ、振り回されてるのはいつも俺の方だろ。すっぽんぽんでガーン挑発しやがって。パンイチになったのはあんたが先じゃない。私のバスタオルひんむくし。見せてあげる。あ、それを言う、それを言う。なんだ。決まってんだろ。ちょっと待ってくださいよ、それはもう忘れましょうや。忘れられないよ。何、あれは嘘？嘘なもんか。本気も本気、ど本気全開だ。じゃあいいじゃん。真っ昼間から公衆の面前で言うセリフじゃねえだろ。言ったんじゃない。じゃあ何、夜二人きりなら行ってもいいの？まあ。じゃあ
今日の夜も行ってくれる？なんで？行ってくれないんだ。言わないとは言ってないだろう。しょうがねえな。やった。その代わり。何？お前も言えよな。うん。家って言われると言いにくいよね。だろ？まあでも言いにくいんだけど聞きたいんだよな。うん、今すぐでも聞きたい。じゃあ今俺が言ったらお前も言うか？うん、そうしようか。照れるな。俺だって。じゃあ言うぞ、サツキ。ソウイチ。お前が。あんたが。す。しゃーらーっぷん。なんだユカリ、起きてたのか。もうちょっと寝てていいよ。説明はもう十分です。説明になってないけど十分理由が分かったから。何怒ってるんだ。あれ違います。あれって何？あれといえばあれじゃない。そういちみっぷいはね。違うってば。ダンベル体操で持つやつだな。そう、初めは1キロ。それはあれ、煮付けにすると美味しい平べったい魚だよ。それはカレイ。もう、いいです。なんだ、えらく疲れてるな、ゆかり。パタパタ倒れるのはきっと貧血気味なのよ。レバー食べなきゃね。今度はいきなり笑い出したぞ。情緒不安定にはホットミルクなんかがいいよ。そうですか。二人はそこまで。とても嬉しいような、ちょっと寂しいような。ああ、それか。だから気にすんなってゆかり。俺こいつのことなんとも思っちゃいないから。そうだよゆかり、なんか誤解してるけど私こんなやつ別にどうでもいいもの。取ってつけたようにごまかさないで。別にごまかそうと思ってるわけじゃないよゆかり。あんたが変な気を使っちゃいけないと思って。そうだぜ、これからも3人一緒な。こいつと2人にされると何されるか分かんないんだ。それはこっちのセリフ。んだと？はいはい、わかりました。じゃあこれからもお邪魔させてもらいます。できる限りね。できる限り。じゃあさつきちゃん、ラジェリーショップついてっていい？そうしてくれると助かるよ。あ、これそういちがお金出してくれるからね。ゆかりも手間賃で1枚買っちゃっていいよ。あんた会う下になかなかないんだから。ひどいよ。そんなことないよ。可愛い下着が少ないだけだよ。そうだっけ？でも90のいいとか普通特注品だよ。ちゃんと売り場にあります。
ついていこう。来なくていい。さっき来てよと。やっぱりあんたいても選ぶ役に立たないもん。目腐ってるし。お前の下着なんか誰が選ぶか。ゆかりたんのお手伝いをするのだ。いらないよ。遠慮するな、ゆかり。遠慮じゃないよ、バカ。焼いてんのか。え、あんたの目を焼きたいわ。ゆかりの下着姿を見ればきっとセクシービームで焼き切れることであろう。はいはい、私のならいくらでも見せてあげるから、それで我慢しなさい。へへ、俺の目が腐ってきた理由はこれか。もう金輪際見せてあげない。あ、それはちょっと。見れ、お前が怖いからゆかりが泣きそうだろ。あんたがあまりにも変態丸出しだから引いてんの。ゆかり、泣くな、泣くんじゃない。ゆかり、ごめん、何が悪かったのか全然わからないけど、ごめん。一生懸命拾いに行ってるつもりなんだが。総一が変な方向へ変な方向へ持ってくから。お前だって軽やかに受け答えしてるだろうが。お前が突っ込め。突っ込むのはあんたの役目でしょ。うわ、さつきさんスケベ。ゆかりすまん、もう何も言わないから。ゆかり、ごめんね、もう言わないから。うらやましいよ。だから当たりなんだって。なんだって俺の行きつけだからな。
行きつけって言うから定食屋かなんかだと思ってた。ほら、ほうれん草のおひたしとかケースから取るとこ。抜かせ。